感謝大感謝。あやみんです。ゆきです。ちょうねーす。エムでーす。イエーイ。チャンネルの紹介をお願いします。はい、このチャンネルではアラサー今日は4人組が特撮やアニメの感想を独自の視点で語っていきます。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで今日はゲストにエム君をお迎えして、エム君はあやみん、フックの2人とは幼稚園からの付き合い。過去には新エヴァンゲリオンの宇部新川駅聖地巡礼の動画や街中エヴァンゲリオン参加企画では一緒に宇部の街を駆け回るなど、ちょこちょこゲスト出演してくれています。よかったらこちらの動画もチェックしてみてください。今日見ていくのは、今日はですね、初代ゴジラを見てみようということで、はい、そうだよ、なんかなんて言ったらいいか分かんない、初代ゴジラで通じるのかなみたいなさ。初代ゴジラ、一番最初のゴジラ、一番最初だと思う。1954年公開、54年版ゴジラで、新ゴジラ見たんだもん、ね、そうだね、新ゴジラ見たね。でもなんか、うん、ゴジラかっこいいみたいなのはもう全然変わった。あった。え、てか怖い、めっちゃ怖いみたいな存在になった。あれも衝撃だったけどね。衝撃だったし、すべての始まりって言うんでしょ、ゴジラ。すべての始まり、そんなにめっちゃ食いついた。まあ見てみて、もう本当に素直に感じたことをお話ししてみましょうっていうことで見ていきたいと思います。なんか字幕があった方がいいよって言われたんだけど、字幕が多分なんかなさそうだよね。ネクスト、それではいきます。はい、せーの、はい、わ、もうやばい、三女、ちょっと揺れてる、会場は揺れてる、揺れてる、揺れてるのがちょっともう、ネガのネガフィルムのあれなんだ、カラ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 ってなるやつや、リアルだもんね。音割れてんね、歩く音か、これはできずっと、あ、これ歩く音か、音やばい。音楽、伊福部昭さんです。有名な音楽。ああ、もうこれ、ね、これ全部手掛けるんだよね。僕ね、すごいよね。姿を現さない。なんか出たぞ。行くんじゃろ、めちゃめちゃ怖い、出てくる、なになになに、こうやってキャーって言わせたいがゆえに見せた。あ、そっち下心しかねえ。見せないところがあればね、ね、何なんだろうね、気になるね、何なんだろう、相当じゃない、あんなキャーってなるの。来た、あかん、ガッツイラー、ガッツイラー、
たちは現代に汚染されてしまう。汚染されてるんだ。あんま見たことないのかも。あ、そういう、うん、あれはね。ちゃんとした映画だなみたいな思った、うん、なんか舐めすぎや、いや舐めすぎなんかその思ってた、そうそう、展開とか、うん、なんかその最後研究してた人がさ、うん、自分で切って死んじゃうとかさ、うんうん、アルマゲドンを落としたみたいな、そうゴジラの方が先なんだけどさ、なんかさその規模がすげえなって思ったよ、動員でそのセットもじゃけセットなんかそのなんかを使ってるのか、うん、村の感じとかもさ、逆になんか白黒じゃけんこう、うん、あんまよくわからんっていうのはあるかもね、なんかそのセットと、確かにね、ミニチュアと実写の違いが、うん、判断が分からん、ね、ゴジラ怖っ、いや怖ってなったね、うん、普通に音がさすごいな、なんか歩く音も声も、ね、根源的な恐怖にこう、あー、うん、駆られる感じ、ゴジラはスプライアップロゴジラ2まで東宝特撮だって、うん、水爆大怪獣映画ゴジラ、ビキニみたいな、ビキニ干渉で、アメリカが水爆実験をしたんだけど、うん、近くにたまたま遠洋漁業に来てる日本の船が被爆したの、うん、それが第五福竜丸被爆事件なんだけど、うんうん、それを元に作られた楽曲がラッキードラゴンね、吹奏楽の名曲と言われる、被爆した船1422隻もあったって書いてある、そう、日本だけじゃなかったよね、うん、その影響で生まれたのがゴジラみたいな、眠ってたのが起きたって、なんか開いちゃったみたいな、家も何もかもぐしゃぐしゃになったけどゴジラだけ生きよって人、あそうそうそう、あでそれで関博士は家とかは全部ぶっ壊れたのに、なんでゴジラはそうそうそう、あんな人放射線浴びて生きてんのかみたいな、でそれを研究したいって、うん、そうそうそう、言うてたね、わかるけどね、でも難くないってね、だって研究しようがなくな、いやなくない、だってもうどんどん殺されるよみたいな、そう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 、話は通じないしみたいな、そう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 、凍らせるとかね、あのシンゴジみたいなやり方でやればなんか皮膚取ったりとかできるかもしれないけど、まあ、その技術がまだちょっとないんだね、どうやって止めるかっていうのがむずいけね、初代ゴジラは円谷監督が入ってるらしい、ゴジラの2作目から特撮技術監督みたいな役職が与えられて、うん、自分でやり始めたのがウルトラマン、うん、ゴジラめっちゃ壊すやん、持つみたいな、ね、それをすごい見せてくれる知ってる街だとやっぱショックがでかいなるね、例えばなんかリアルな岩国の街やばいよね、母校とかグシャーとか精神的なダメージが出そうやな、同じだったね、なんか背中が光ってヤバいの出てくるみたいな、うんうんうん、白黒だから最初どっちなのか分かんないね、あの煙がなんかその冷たいものなのか、うん、そうだよね、なんかもう分かんないけど結果で分かるみたいな、血糖がヘニョンってなって、あ、ビームだったみたいな、あ、熱い、熱い、熱の方みたいなね、背中光らすのはさ、どう白くしてんだろうね、塗ってんじゃん、それから電飾入れてるから、してんのかな、それどの辺までできるか分からない、そう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 、そう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 フィルムの構成はできたらしいっていうか、うん、円谷英二がやり始めたらしい、うん、すごいね、当時としても例を見ない大ヒット、うわー、そりゃそうや、ね、口コミすごいだろう ね、 ね、暴れ回るだけじゃなくてやっぱそういうストーリーもあったもんね、なんか平和へのなんか、うんうん、まあ、ちょっと特に戦後やしね、そう、見出すそう、ね、しちゃう人とそれをやっぱ知られたくないくっての見た葛藤みたいなのがあるとか、街が全部崩壊した感じとかもさ、めっちゃなんか戦争の後みたいな感じだったよね、空襲後とかの感じだもん、ね、空襲後みたいな、多分映画ができた時は復興仕掛けの時で、見てる人のダメージもいいけど、思い出さされるというか、こんなにまたなりたくないみたいな、絶対あるよ、
ドーンって音がさ、あの足音の音めっちゃ怖っと思った。確かに映画館とかでしかもそれをなんか聞くと、まあ、確かに映画館やばい、映画館やばい、映画館の音響がどれぐらいのあれだったかわからんけどさ、これ4DX とかで見たら、いや、やばい、やばい、爆音上映みたいな、爆音上映でもそれが一番伝わってきそうだよね、確かにね。なんか VR とかで見たいかも、VR やりそうじゃないのかな、ユニバーサルスタジオとかでやりそうだけど、やりそうね、やってそう、新五十の時あったかもしれないよ、でもなんかね、うん、なんか一瞬記憶がある、うん、エヴァとかモンハンができるぐらいの時やってそうだよね、確かにエヴァやってきたもん、俺もやってきた、めっちゃ感動するよ、感動するよ、わーみたいな、あの射出されるところ、みんなにさ声かけられてさ、みんなに言うやつ、いや、あのうちはね、歌舞伎町タワーの中になぜかあったね、ユニバーのやつ行った、三沢さんとかに何やってるのいや、めちゃめちゃ受けたりとかしたら怒られるめっちゃ怒られる、大人になってそんな怒られるもうごめんなさいで普通に破壊されてもものすごい落ち込んだよすごいなんかね、自分がダメなやつシンジ君すごいんだなってなるよねだってなんか、シンクロ率めっちゃ低かったじゃん、なんか言われた時にシンジ君それ変わるね、元気のするくらいやつ全然向いてない向いてない、ユニバ行きたくなってきたな。あの、このタイプ。ライドみたいなやつ。ライドしたいね。あの、ゴジラライドみたいな。ゴジラライド。モスラに、なんか、ガッてやられて飛びやつとか。あ、ガッてやられて。モスラは、フライングダイナソーやん。こっちの見方なの。モスラ。人間は人間側。そうなんじゃないっけ。で、人間側です。あれだよ、だってそう、操れるよみたいな、そうなん、有名な歌があるやん、あれ歌ってモスラ呼ぶんや、モスラ使いみたいな女の人も2人呼ぶ、そうめっちゃ見たい、ゴジラ対モスラ対キングギドラに出てくる、出てくる、ギドラはどっち側なの、キングギドラとゴジラが戦って、その人間界をめちゃめちゃ破壊しまくるのをモスラが止めに来るみたいな、なんかだって小学生の時、小学生の時、だってトットコハム太郎の抱き合わせ系、30分か45分ぐらいのやつを2本一緒にやるっていう、デジモン見に行ったらワンピースと一緒にやってるみたいな感じだったけ、でなんでか分からんけどゴジラとハム太郎って、子供会で見に行った、そうグッズがハム太郎ゴジラの着ぐるみかぶって、絶対もう絶対必ずドラえもんしか選んでもらってきて、ここの親はドラえもん至上主義の世代だ、時期が違うと思うよ、ドラえもんかクレヨンしんちゃん、ああそうそうそう、だけど多分全然違う時期に公開されてるはず、でもなんであれ見に行ったんだろう、多分ハム太郎が好きだった夏の特撮フェアみたいなやつやろ、フェアかどうか分からんけど特撮ってフェア、俺らはもうドラえもんしか見てなかったね、でもドラちゃんの記憶しかない、そうドラちゃんのこのドラちゃんなんてこのネジ巻いたらビーッておもちゃね、入場の時ね、他にでも別のシリーズ見てみてもいいね、確かに視聴会でもやりたいね、ゴジラとかゴジラ対メカゴジラとかね、ああそうそうあれも見たいね、昔の映画だけど全然なんか今でも普通に見て怖いなと思ったし、このフォーマットが今も生きてるっていうのがすごいよね、確かに画期的だと、70年80年だったやっぱ衝撃だったよね、最初はね、中に強く残った、多分あれちっちゃい子見たら今でも泣くよね、泣くと思う、泣くと思う、なんなら今の映画とかより泣くよ、確かに雰囲気が怖い、私怖かった最初の方も怖かった、あのスタンプロール流れるぐらい怖かった、腕の字とかも怖いし字も怖いし、ホラー映画っぽいよね、音楽も怖いし、割れてるギヤーみたいな音だね、その時何が始まったのみたいな、そうそうこれみたいな、壊れがすごかった、何が始まる今からっていう感じはあったよね、だって前半全く絵なしでいきなりあのロールやもんね、確かに、なんかしかも最初なかなかゴジラ姿を現さなかったけど、何か起きてるけど何が起きてるの、船が襲われるだけで終わるっていうね、確かに、あの山から見えたゴジラみたいな、あの時一番最初に現れた時ね、50メーターじゃないと思うよ、めちゃめちゃ50メーターで、100メーターぐらいは50メーターって結構でかいけど、言うても50メーターもでかい、25メートルプールの2倍ってことよ、そうやね、それが立っとると思うてる、あ、でもそうか、結構でかいか、車の長さが3メーターとしてさ、それが10台縦に並んどるのが30メーターやけど、富士村の岩国は何メートル、あれが50メーターぐらいじゃん、あれぐらいか、え、じゃあ全然まだ富士グラの上の青い看板まで、あ
ビルの1階建ての大きさが2メーターちょいぐらい、25階建てのビルぐらいだけ、富士縦に2個ぐらい、25階建てのマンション、あそこのさ、アカシア通りのところのさ、めっちゃ違うなぁ、ちょっとね、表現すごいですね、そうです、すごいですね、すごかったです、伝説の最初の一作が、うんうんましたということで、はい、今回の動画が良かったと思う方はぜひ皆さん高評価ボタンをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録を皆さんぜひぜひ、あと、うん、3000人、ね、約3000人で1万人まで行きますので、うん、皆さんぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、そしていつも皆さんたくさんのコメント本当にありがとうございます。今回の動画も多分皆さんにしかわからないとか、うん、もし最初に公開した時に見てましたとかいう方いらっしゃるかな、さすがに、いや、いらっしゃらないのかな、70年前の、だって見に行ってたとして80超えてないと無理よね、10歳で見てたとかだったら記憶ギリあるかも、それでも YouTube にガチガチ使いこなしてたもうぜひその当時のこととかめっちゃ聞いてみたい、確かに確かに、どういう感じだったのかとかね、上映当時みたいな、ぜひコメントで感想も、うん、お待ちしております。よろしくお願いします。そして MOM 団の SNS があります。 Twitter かっこ X があります。X かっこ Twitter じゃない、あ、 X かっこ Twitter、 はい、こちらではですね、配信のお知らせだったりとか撮影の裏側とか他にもいろんな大事なお知らせをしてますので、またこちらフォローしてみてください。そして LINE の個人のアカウントもありますので、こちらもよかったら見てみてください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。チャンネル登録、チャンネル登録、チャンネル登録、チャンネル登録タイムです。チャンネル登録タイムです。チャンネル登録。